15時30分レンタカー返却後ホテルまで送ってもらいました。この時このホテルでは夕食の提供が行われていませんでした。そのため一泊朝食付きのプランで予約しました。宿泊費は予約サイトで支払い済みなので東京都の宿泊税のみ支払いになります。手続き終了後部屋に入るためのパスワードを受け取りました。今回八丈島で宿泊した3つのホテルの中で利用している予約サイトではこのホテルだけ高級宿な表示がありました。だからなのかエレベーターに乗るまで館内の説明を受けつつ案内されました。2階に着きました。客室編213号室です。最初数字が出てなくどうやって数字を入力するのかわからなかったです。表示面をタッチすれば数字が現れるのですね。館内の見取り図です。28平方メートルスーペリアツインの部屋です。この部屋は昨年リニューアルされたばかりのようです。寝具が白で統一されているた清潔感が感じられます。ベッドは指紋不正です。テレビは壁掛けの50インチです。しかも自宅のテレビと全く同じ型でした。ここに小さな椅子とテーブルがあります。こちらには冷蔵庫と金庫が置かれています。そしてニスプレッソコーヒーマシンです。電気ケトルも置かれています。その隣がクローゼットです。照明も高級感があります。この辺りは昔のままなのでしょうね。ベッドに置かれている間接照明がおしゃれです。静電ヘパフィルターを搭載の空気清浄機です。こちらは洗面台です。整髪料や乳液など数種類置かれています。鏡は三面鏡です。左側はトイレです。この自動便座上げ下ろし機能がついたウォシュレットのあるホテルは今回で2回目です。
天井から出るシャワーは好きなので、朝はシャワーを浴びようと思っていたのですが、忘れて大浴場に行ってしまいました。バスタブはありませんが、大浴場があるので問題ないです。窓からの景色は駐車場でした。せっかくなのでコーヒーを入れてみます。ドリップ式のコーヒーは香りが違います。夕食はスーパーで買ったとんかつ弁当です。当初はホテル近くの飲食店に歩いていくつもりでしたが、予報で嵐になるということで事前に弁当を購入しました。予報通り夕方は台風並みの嵐になりました。もちろん昼間購入したプリンとヨーグルトもデザートとして食べました。大浴場編。このホテルには温泉ではないですが、大浴場があります。脱衣所です。中に入ります。浴槽も小さめです。でも、足が伸ばせるのはいいです。疲れが取れます。館内散策編。ロビーには、八条フルーツレモンの木があります。ここでは湯上がりサービスとしてビールかアイスか乳酸飲料のどれか一つもらうことができます。こちらのアシタバ茶とコーヒーは自由に飲めます。ただし八丈島子ども未来募金として1杯100円の募金を呼びかける募金箱が設置されています。なので飲むたびに100円を募金箱に入れました。天候が悪いので分かりづらいですが、ここから海が見えます。
こちらに売店があります。島の土産物が揃っていますし、夕食が提供されてないのでカップ麺とかも置かれています。翌朝、職場に配るお土産をここで購入したのですが、帰宅がよく見ると賞味期限が2日後でした。購入したのはまんじゅうぬ、そんなに日持ちしない商品ではないので、包装はよく見て買う必要があります。ホテル内にバーはあるのですが、この時は休業中でした。地元の酒が飲みたい場合、ここで購入するしかなさそうです。自販機はこちらにありますが、ホテル価格です。翌朝、この日島を後にしますが、皮肉なことに最終日は朝から晴れていました。8時5分、部屋を出ました。テイクアウトして空港への送りのバスを待ちます。8時20分発です。まだ時間があるので外に出てみます。下にはプールがあるようです。中に入りました。ホエールウォッチング用の双眼鏡が開いていたので、しばらく覗いてみました。そう簡単には見つけられないですね。出発の時間になったので車に乗り込みます。お世話になりました。この動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。